大学とは大教室での講義が多い大学を指す。マスプロ教育とも言う。その教室に100名を超す学生を収容し、教員がマイクを片手に講義を行う例も少なくない。なお、マスプロとはマスプロダクションの略語である。大学の大衆化を論じる文脈などでは、もっぱらその弊害として、やや批判的、やゆ的なニュアンスを伴って用いられる語である。従来は、 学生数の多い都心の私立伝統校にこの傾向が強いとされて、北が大学のマスプロ化は大学進学率が高まったどの国でも起こりうる現象であり、日本でも1960年代末から1970年代にかけて大学進学率が3割を超えるようになった頃から、盛んに大学のマスプロ教育の問題点が指摘されるようになった。 講義は得てして教員から学生への一方、通行的な説明に陥りがちであり、教員の側では自分のゼミに所属する学生でもない限り、受講学生と直接語り合う機会は少ない。また、学生の側も講義に対して受け身になりがちである。ただし、医師役計学部では国家試験とそれに基づくモデルコアカリキュラムが存在するために学年単位での講義が多い。 また、私立大学に特に顕著であるが、専門科目においても、他大学の専任教員が非常勤として講義を行う比率が高く、大学に常駐していないことから、教員研究室に質問等を気軽にしに行くことが困難であったり、教員研究室の面積も、国立大学と比して教小でありゼミ等を行うことが困難であったり、また、 学生数に対するコーチ面積が強小であることから、音楽や演劇の練習による音が授業の妨げとなる場合もあるなど、教育サービスとしては、国立大学と比して劣悪であることは否めない。こうした刺激に乏しい講義が授業のマンネリ化や、学生の学ぶ意欲の減退につながるものとして、各大学はその弊害を軽減させるために、様々な取り組みを行っている。 マスプロ授業が一般的である教養課程に学ぶ大学発年時制を対象として基礎ゼミナールなどの少人数教育を導入したりマスプロ授業の受講生に質問などの機会を与えるために研究室を定期的に開放するオフィスアワーを担当教員に義務付けたりするなどがその一例であるありがとうございます